ことです。意識、呼吸を確認してください。で大丈夫ですかっていうことでやっていただければ、はい、胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を取り出してください、はい、袋を破いてパッドを取り出してください。パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。どっちでもいいです、はい、曲線パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。間違えちゃった。パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。体に触らないでください。心電図を調べています。体に触らないでください。でサイドが起きている時には電気ショックが必要です。充電しています。皆さん離れてくださいで押していただければと思います。体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。で胸骨圧迫、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。ここからどうぞ。ここからですね。ここからこの部位は乳頭線上の真ん中のちょっと下、はい、そこを、はい、そこを1、2、そうですね、この音に合わせていただければ、はい、で30とやった後ですね、これをですね、こっちが鼻の方ですから鼻に置いてギューって軌道を確保して30終わった後1回2回と、でまた胸骨圧迫を、はい、こういう、はい、30、胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。はい、これは張ったままでも可能ですかね。はい、はい、で30ってなった場合にまたギューってやって1回2回という方向でやっていただいて、で2分間やっていただきます。2分間ですね。で2分間経つとまた AED がやめてください、心電図を調べますってアナウンスになりますので、あ、それこう貼ってあればそういう、はい、ずっともう、はい、でとにかく貼った場合にはもう外さないでもらって、ずっと貼りっぱなしになります。胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。その間救急車が来ますので、救急隊が来て、それで救急隊が来て初めて外したり、もしくはこのまま持って行っちゃったり、はい、あとは要するにもうこれは外さないでいただきたいということになります、はい、ですからもう開けてもらって、指示に従って貼ってもらって、放電指示が出たら皆さん離れてください、ドン。あとは、胸骨圧迫の指示があるので30回やって2回胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。で救急隊が来たらあとは救急隊に任せていただいて、はい、救急隊が来るまで胸骨圧迫っていうメッセージの時はずっとやってるってことですか。はい、そうですね。ただ一つだけ、胸骨圧迫やって嫌がって動いた時には心臓が動き出したっていうことになりますので、動いた場合に胸骨圧迫をやって動いた場合にはやめていただくと。残り5回です、はい、体から離れてください。で今残り5回になりましたね。また心電図を調べています。体に触らないでください、はい、それでどうなるかっていうと、心電図を調べています。体に触らないでください。電気ショックは必要ありません。体に触っても大丈夫です。ただちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。胸骨圧迫をやって、乳頭線上の真ん中のですね、でやって、これで動き出したら、あ、心臓が動き出したってことでやめていただく。どの程度グッと押していいの。だいたい5センチ以上ですね。5センチ以上。これで骨折するとかない。可能性はありますけど、石本には変えられない。そうなんですね、はい、助けないよりはもう、まあ、追ってでもやった方がいいということになっていますので、はい、でもしこれで動かない場合には心臓が動いてないということになりますので、やはりずっと続けていただく。続けてください、続けてくださいという限りは続けてもらって、毎日はそのまま死んじゃってることも結構あるんですね。そうなんですね。放電指示が出ないということと、胸骨圧迫をやって全然うんともすんとも言わない場合には心臓が完全に止まっちゃってます。細動じゃなくて細動ではないという、はい、ですからこの放電指示が出ないっていうのは心臓が動き出したのと完全に止まっちゃった、どちらかになります。で判断は胸骨圧迫を指示しますので、胸骨圧迫をやった時に動いたら心臓が動き出した、放電指示が出なくてずっとやってても動かなければもう心臓が完全に止まっちゃってますので、そこではでもやめないでもらって、二次救命で、はい、心臓マッサージをやることによって蘇生率が高まりますので、はい、もし何も動かなくてもずっとそのままとにかく救急隊が来るまで、胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。救急隊が来るまではやっていただく。救急隊が来るか動くまでの時間はやってください。そうですね、そういうことですね、はい、
以上になります。はい、ありがとうございます。